伝は様多部 MOA 美術館、は様多部慶安3年6月22日は、江戸時代初期の絵師。また兵は、通称で、意味川勝持。通称、キ野ツの又兵節国川辺軍伊丹の有岡城主、荒木村重の子として生まれる。誕生の翌年、天正七年、村重は、織田信長の家臣であったが、信長に反逆を企て、失敗する。 落城に際して荒木一族はそのほとんどが斬殺されるが、数え年2歳のマタベは乳母に救い出され、石山本願寺に保護される。成人したマタベは、母方の岩佐生を名乗り、信長の息子、織田信夫に、近所ご生役として仕えたという。文芸や、家業などの諸芸をもって主君に仕える、音義衆のような存在だったと考えられる。信夫が会役後、 浪人となった又兵衛は勝持を名乗り、京都で絵師として活動を始めたようである。大阪の陣の直後の40歳の頃、福井藩主、松平忠直に招かれて、あるいは後に、岩崎の菩提寺になる教習寺、第十世心願との出会いがきっかけで、北の省に移住する。忠直入る後、松平忠正の代になっても同地に泊まり、24年をこの地で過ごす。 寛営14年に大将軍、徳川秀忠の招き、あるいは、大奥で地位のあった同族の荒木局の圧戦で、三大将軍、徳川家光の娘、千代姫が、尾張徳川家に嫁ぐ、祭の婚礼長度政策を命じられ、江戸に移り住む。20年余り江戸で活躍した後、73歳で波乱に満ちた生涯を終える。家は、福井に残した。 長男、岩佐勝主が継いだ。また、長谷川東白の養子になった、長谷川東哲も、また米の子と言われる。絵の師匠は、村主の家臣を父に持つ仮の内禅という説があるが、よくわかっていない。俵や宗達と並ぶ江戸初期を代表する、山和絵師だが、牧谷や領海風の水墨画や、仮の葉、海北葉、土佐葉など、流派の絵を吸収し、独自の様式を作り上げた。 今日では分割されてしまったが、金谷屏風には和漢の画題と画鍵が見事に融合しており、その成果を見ることができる。人物表現に最もマタベえの特色が現れ、たくましい肉体を持ち、バランスを失するほど極端な動きを強調する。僧帽は豊かな方と長い顎を持ち、豊胸長音外と形容される。これは中世の山和へで高貴な身分の人物を表す。 表現であるが、マタベイはこれを誇張し、自分独自のスタイルとしている。古典的な題材が多いが、劇的なタッチとエネルギッシュな表現が、特色のその作品は、しばしば浮世絵の源流と言われる。代表作としては、川越式体の36河川の学園、肉筆、職人陣が挙げられる。初期風俗画の先駆者の一人であった。歌舞伎や、 文楽の人気演目である、京成半言公の主人公、キツマタことウキヨ、マタベイのモデルとされる。教習寺にある、岩佐マタベイの墓墓所は、福井県福井市の教習寺、古城ルリエえ巻群。ありがとうございます。